皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。今日も始まりました黒川敦彦のチャンネル翼。翼。はい。で本日はそうだ、ユダヤ人に勝てる日本を作る。ぐだってますけど、これはやっていけばそのうちどっかにたどり着きますのでよろしくお願いいたします。で今日はですね、これ新しい桜フィナンシャルニュースが立ち上がりましたの動画でございます。まずチャンネル登録をお願いいたします。URL がコメント概要欄に貼っておりますので、X のフォローの方もですね、下に書いておきますのでぜひともお願いいたします。でちょっとウェブサイトがですね、近日オープンで、今予定でございまして調整しております。ぜひこの桜フィナンシャルニュース、よろしくお願いいたします。まあ、これはチャンネル翼とはですね、基本的には独立して運営されるメディアでございます。で、この桜フィナンシャルニュースなるものがですね、ちょっとこれぜひ山中さんに経緯をご説明いただきたいんですけど、まあ、最終的に今山中さんが、まあ、所有権を持つに至ったわけですが、まあ、もともとは、まあ、ウィキペディアを見るとこう書いてるんです。ちょっとご説明。だから私が説明していいのかどうかちょっとよくわかんないんですけども。いや、まあ、ウィキペディアに書いてることですから。2007年、旧ライブドアの上級執行役員だった山尾康夫さんという方がですね、ライブドアから独立して運営母体となる株式会社セレージャテクノロジーを設立と。ライブドアなどのポータルサイトに主に敵地開示情報など金融系の情報を元にしたニュースの配信を始めると。元のサイト名にある桜は当時山尾康夫の妻であった。山尾しおりの名前から取ったものとされると。で、これ2014年2月にですね、株式会社セレジャテクノロジーから独立した編集用になる運営母体として、株式会社桜フィナンシャルニュースが設立され、もう10年前の出来事なんですけどね。株式会社セレジャテクノロジーから事業譲渡を受けると。企業をめぐる訴訟案件、いわゆる商事案件を軸とするサイトとして再出発したということなんですけれどもですね。でこの後ですよね、山中さんに所有権が。で、これがだから、桜フィナンシャルニュースは私の所有権があったんですけど、はい、だから事業譲渡受けたんですよ、2014年の時に。セレージャテクノロジー。これが山尾さんっていうか、安尾さんの会社ですよね。はい、ここから事業譲渡受けたんですけども、この編集部、当時の編集部はですね、山尾さんから事業譲渡を受けながら民主党の悪口とかも書いてなんでですね、まあそれを気に食わないと思ったのか何なのか知らないですけどですね、これ事業譲渡がですね、無効だっていう主張をしてですね、このドメインがですね、誰のものかっていうですね争いが起きたんですけれどもですね、これも山尾氏が全面的に、当時の主張を撤回しっていうか、まあ、誤りを認めなのか、まあ、そこはちょっと解釈の問題があるんですけども、これ、桜フィナンシャルニュース .jp になってますけど、桜フィナンシャルニュース .com というサイトとドメインをですね、株式会社桜フィナンシャルニュースのもとに正式に返還したということで、今回再出発が10年ぶりってわけじゃないんですけど、まあ、本格的なサイトとしてまた、オープンすることになったということですね。はい。で、この桜フィナンシャルニュースで扱うニュースとしてはですね、まあ一応このもともとやっていた、放送系のニュースと、弁護士や裁判官、検事の人事や不祥事を扱うサイトと、これが一回閉じる前、これ山中さんがやってたわけですよね。まあそうですね。はい。一旦閉じる前に。あ、そうです。で、これはまあ結構話題だったんですよね。いや、そうですね。まあ、あんまりこんな、ちょっとまあマニアックなことを やる人がいなかったんで、やっぱその業界の人からすると、話題の。まあそうですね。特に弁護士とか裁判官の悪口って誰も書かないんで、基本的に。まあそこは、当然大事な分野でもありますし、まあこれはやっていくと。まあこれは、あれですか、とにかく私とかは名誉毀損の告訴50件ぐらい受けてましたから。もうほぼ全部不起訴でしたから、こんな怖くもなんともないんだと思いますけど、はい。で、調査報道も、やっていくと、米国のプロパブリカなどの報道サイトのようなですね、独自の調査報道も、まあ、他の事業が儲かるに従って、強化してやっていくと。そうですね、だから今考えてるのは、
そうですね、上海電力の太陽光の発電所がある大阪市のとことかに凸しようとかです、まあ、いろんなあの企画がありますけど、はい、で、その他、資本市場や政治などに関するニュースも、配信していくという予定でございます。まあ先ほど申し上げましたようにチャンネル翼とは独立して動くものではございますけれども、まあ、まあある種こう山中グループの、まあ一つの中核メディアでございますので、でこのウェブサイトはウェブサイトで、あの YouTube なんかとは違って、また、まあ、検索エンジンなどにも引っかかるものになりますので、まあ、それはそれで、意味がある、媒体に、していきたいということでございます。で、今 YouTube の方にですね、ちょっと、まあ、第1弾のオリジナルコンテンツということで、秋元司前衆議院議員の IR 汚職での、逮捕に見る司法の闇と、ご本人のですね、今、まあ、インタビュー記事が、載っております。これはですね、まあ、ご本人の今主張しておられるのは、東京地検特捜部により、冤罪だと、秋元氏は言っておられると。懲役4年が、まあ、求刑 されてるんですよね。いや、判決が、地裁での判決。地裁での判決が出ているので、まあ、このまんまこれが覆らなければ、まあ、これ、執行猶予もついてませんから、実刑になるかもしれないと。で、まあ、ご本人曰く、田中角栄レベルの判決を受けたと。物的証拠にも拒絶、物的証拠も拒絶する、検察の有罪ありきは恐ろしいと。まあ、でもこれは、まあ、ありえない話ではないと思います。まあ、まさに、田中角栄の時には、まあ、そうでしたし、小沢さんの西松建設事件なんかも、警察が、証拠を捏造すると。検察が証拠を捏造すると。まあ、これは、現実に日本では起こってるので、まあ、そういうことを、当チャンネルとしては、こう、まあ、今後も扱っていくと。代議士逮捕のためなら、他の犯罪も黙殺も辞さないと。日本の、人質司法の闇と、病室にまで押しかける、閉鎖的な取り調べと、でっち上げなんかも許してはいけないと。司法制度を見直す必要があるんだと、まあ、秋元さんは、おっしゃっていると。ぜひですね、この、オリジナルコンテンツ第1弾の動画が今、まあ、2本出ていますので、コメント概要欄にある URL の方からですね、こちらの動画も、ご覧になっていただいたらと思います。で、まあ、こういうオリジナルな、コンテンツで特に、司法に関する事件というのは中心的にやっていく予定でございます。はい、はい、ということでございまして、まあ、今日はこれ短い動画でございますが、まあ、要するに桜フィナンシャルニュースが、立ち上がりましたと、いうことでございまして、チャンネル登録を、お願いいたしますと。で、コメント概要欄に URL を貼っておりますので、X の、アカウントも貼っておりますので、ぜひとも、チャンネル登録と、フォローの方よろしくお願いいたします。近日ウェブサイトも立ち上がる予定でございます。よろしくお願いいたします。まあ、動画とか編集やってるのがコンセント池田さんっていうマニアにはウケる。そうですね、はい、これ池田さんも、まあ、池田さんは我がグループのメンバーなので、はい、今池田さんも、まあ、プロデューサー兼企画もやっていただいております。ガルーの皆さんぜひ ご登録ください。よろしくお願いいたします。じゃあ以上で大丈夫ですかね。はい。ユダヤ人に勝てる日本を作る。突然言ったら。じゃあ今日もありがとうございました。